はい、こんにちは。では信州大学の、医学部の、まあ、三角比、三角関数の問題なんですけども、まあ、アルファ、ベータはまあ普通の角度ですと。で、すべての実数 X について、この式が成り立つようなアルファ、ベータを求めると。まあ、ありとあらゆる X で成り立たなければいけないと。言うと、まあ、よくある手段としては、まあ、X すべてで成り立たなきゃいけないんで、まあ、X に0とか、まあ、2分の π とか、そういった適当な数入れて、まあ必要条件から攻めていくのもまあ一つの方法だと思いますが、まあせっかくここで加法定理いかにも使えるって格好してるんで、とりあえず加法定理使っちゃいたいかなということで、コス X 足す。ここでもそのまま使うだけ。コス、サイン、X とか、サイン、で、ここも使って、コス、X、コス、ベータ、引く、サイン、X サインベータと。まあ、これ、加法定理使っただけで。で、じゃあ、まとめられるところだけまとめると、コス X でくくれるところだけくくると、コス X カッコ1足す、コスアルファ足す、コスベータ。で、マイナスサイン X でくくると、サインアルファ、サインベータとが0と。で、これが、全ての実数 X で成り立つのに、これが0で、これも0なら、これはもう絶対十分条件ですね。これイコール0、これイコール0なら、X の値に関わらず、この式は成り立つと。ということで、1足す、コスアルファ足す、コスベータが0。で、サインアルファ足すサインベータが0。これでまあ一応もう十分条件でしょう。で、あとまあ必要条件なのかっていうのは検討する必要があるかどうかわかんないんですけども、まあさっき言ったように、まあじゃあ X に0代入すれば、こっちが0。ってことはこれイコール0で、X が0だったらコス X は1なんで、やっぱりこれイコール0って式になるし、例えば2分の π 入れれば、今度こっちが0。で、2分の π だからマイナス1。マイナスこれが0だから、やっぱりこれイコール0っていう式なんで、まあこれで α、β 求めればいいんでしょうと。で、そこでまあ何使うかしたら、まあ使えることといったらせいぜい、まあ常に成り立つ、コス事乗 α 足すサイン事乗 α が1っていう、まあこの一番基本的な公式使いたければ、まあこれらの式それぞれ2乗すれば、出てきて足し算すればこういう格好になるんで、1を移行して両辺に乗せればコス事乗アルファプラス2コスアルファコスベータ足すコスベータの事乗がマイナス1の2乗は1と。で、下はそのまま2乗すればサイン事乗アルファ足す2サインアルファサインベータ足すサイン事乗ベータが0と。で、これ、どんどん足し算すれば、これとこれ足して1。これとこれ足して1なんで、1と1で2。で、2でくくって、コスアルファ、コスベータ、足す、サインアルファ、サインベータって、まあ、ここでも、加法定理が使える格好になってると。が1なんで、じゃあ、これイコール、で、これがですから、加法定理なんで、で、今、ベータの方が角度でかいから、これ、アルファ引くベータでもベータ引くアルファでもどっちでも結果同じなんで、ベータの方がでかいから、じゃあ、コス、ベータ引くアルファにしておきましょう。で、これがこっち来てマイナス1で2で割るから、マイナス2分の1と。じゃあ、ここでまあ、ベータ引くアルファが、マイナス2分の1だから、ここなんで、3分の 2π か3分の 4π と。で、まあ一つ一旦一個式できた。じゃあ、あともう一個式作れば、なんとか出るでしょうっていうことで、これ、サインアルファイコールマイナスサインベータと。で、これに入れたくなるならば、コスアルファが移行するとマイナス1マイナス、コスベータと。で、これらをそれぞれここにドンと突っ込めば、
サインアルファがマイナスサインベータだから、まあ要するにこれの2乗だから結局この味で、サイン2乗ベータと、あとこっちは、マイナス1マイナスコスベータで2乗しちゃうから結局、足し算の2乗と一緒なんで、まあじゃあ2乗そのまましちゃうと、コス2乗ベータ足す2コスベータ足す1と、これ。が1なんで、で、これやはり、コス事情とサイン事情が出てきたんで、結局、2コスベータは、1と1で2がこうしてマイナス1。なんで、コスベータがマイナス2分の1と。ってことは、ベータはさっきと同じ、マイナス2分の1なんで、3分の 2π か3分の 4π と。で、あとはこれと、これで、あの範囲にうまく収まるものを探せばいいだけと。じゃあそうすると、じゃあベータが3分の 2π の時、じゃあこっちの場合3、こっちだともう3分の 2π マイナス α イコール3分の 2π だから、α が0になっちゃって不適。で、じゃあベータが3分の 2π で3分の 2π 引く α がこっちの場合3分の 4π これは α がマイナスになっちゃうなんでダメじゃあベータが3分の 4π でで3分の 4π 引く α が3分の 2π の場合これはこっち来てこっち来たんで α が3分の 2π これはOK ですね。アルファの方がちっちゃくて範囲が収まってるから、これ OK。で、あとは、3分の 4π 引くアルファが3分の 4π。これは、アルファが0なんでダメなんで、結局、ベータ、アルファが3分の 2π で、ベータが3分の 4π っていう、これが答えになります。じゃあ、以上です。ありがとうございました。